まりました。はい、始まりました。勝手に元気になる人を増やしたい、ここえみ代表長津恵美子です。よろしくお願いします。そして今日、お手伝いしてくださる、ここえみ講師の荒川直美先生がお手伝いしてくださってます。よろしくお願いします。はい、お願いします。荒川です。はい、愛知にお住まいです。はい、はい、そうです。はい、ちょっとじゃあ、もしかしたら私の動く私を見るのが初めての方もいらっしゃるかもしれませんので、ちょっと簡単にご紹介します。はい、勝手に元気になる人を増やしたいということで、インスタとか、ね、今インスタ見てあるので、たくさんの方が私のことを、見てあると思いますけれども、SNS 等で、ここ揉んだらいいよとかね、こういうもの食べたらいいよとか、誰でもお家で簡単にできる方法で勝手に元気になれる方法があるのをお伝えしたいなと思ってやっております。で、私の思いに賛同をしてくださった講師の方が何人もいらっしゃるんですけども、その中のお一人の、荒川直美先生に今日はお越しいただきましたが、ちょっと自己紹介お願いします。はい、皆さんはじめまして、こんにちは。はい、私は愛知県に住んでまして、荒川直美と言います。恵美子先生に出会ったのは多分7年くらい前なんですけど、こうやって講師になって活動してるのが5年ぐらい前になりますね。早いなという感じがします。5年もなりますかね。ね、うち息子今高校1年生になったんですけど、そう小学校4年生だったかな、それぐらいの時に恵美子先生にね、お会いしてますので、もう早いなという感じがしています。でね、当時は恵美子先生とお話がしたくても、こんなね、ズームとかインスタグラムとかね、そうそうなかったんですよね。スカイプっていうテレビ電話みたいなのを使って、恵美子先生が今日お話し会するよって言ったら、私も聞きたいですとか言って、無理やり繋いでもらって、参加してもらう、ね。昔、こうさせてもらって。スカイプでやりましたね、そういえばね。そうなんです。なんだかズームじゃなかったですね、最初はね。はい。で、そういうことで、今ね、こうやってお話がね、どこからでも聞けるっていうのがすごくいい時代になったなと思ってます。本当ですね。ここえみってね、皆さんここえみここえみって、陰陽五行とか東洋医学とかのね、知恵をお伝えしてるんですけどね、これちょっとね、陰陽五行って何って、この木火土金水のねグループがとても面白いんですね。木星さんはちょっとイライラしがちだよとかね、火星さんは明るくて楽しいよとか、土星さんね、土星さんは、まあ、気遣いがあってとても優しい方が多かったり、金星さんはね、きっちりかっちり頼りになるような方が多かったり、水星の方は研究熱心でね、縁の下の力持ちみたいな、そういう性質、いい性質もあれば、ちょっとかな、人付き合いが苦手な面が出てくるようなところもあるんですけども、こういうね、陰陽五行の分析とかの話とかをしてるんですけども、ここへ見て長津恵美子だけがやってるわけではありませんで、井上琴子先生が開発されたバレエのストレッチの中で、陰陽五行のね、この経絡が全部あちこち伸びるぞっていうのがね、サイズもやってるのがここへ見なんですけども、実はここへ見では、毎月2つイベントをやっております。で、1つはエミトークといって、また皆さんどなたでも参加できるイベントなんですね。今までね、いろんなことをやっているんですが、直美先生が参加されて面白かったなとかいう回をね、いくつかご紹介いただければと思いますが、はい、はい、すごいね、心と体両方が健康じゃないと本当に健康って言えないと思うんですよね。で、ネットとかで見てると、割と何々を食べたらここが良くなるとか、体の健康は良くなるんですけど、心の方ってなかなかこうやったら治りますよとかってないんですよね。で、エミトークって体と心と両方元気になるテーマが結構交互に来るんですよ。で、面白いのが、やっぱり体のことよりも心のテーマがすごく多くって、で、私はね、ちょっともう父も母も早めに亡くしてるので、やっぱりその時に、ここえみと出会ってなかったらすごい落ち込んでたんだろうなと思うんですけど、ここえみこ先生もお母様亡くされた時のお話だったりとか、姪っ子のあやちゃんをね、亡くされた時のお話っていう時がやっぱ心にグッと来て、で、私の中にもすごく残ってるし、それがあったからもうすぐね、本当にもう何ヶ月も経たないうちに、あと1週間とか1ヶ月とかってすごい心もみるみる元気になって、また明日から頑張ろうみたいな感じにね、なったので、そういうテーマやっぱ心に残ってます。ありがとうございます。そうですね。
ここえみさんがよその健康系と違うってよく言われるんですけど、根本には私の中に人は死亡率 100% なんですよね。死なない人はいないんですね。なのでここえみは健康系で元気で、生きていきたいんですが、死ぬまで元気、死ぬその日まで元気で生きたいということをテーマにしていて、いかによく生きるかということがテーマなので、延命治療だったり手術をするとか、その病気だけにフォーカスして、病気が良くなることが幸せになるというふうに、こうちょっとどうしても目線が狭くなってくるんだけど、もう病気は病気として、その症状がひどくならないようにとか、痛くならないようにとか、なんとかこう緩和しながら最後まで生き切るぞみたいなのがもう元々のテーマなので、エミトークに参加していただくと、なんかどこもんだらいいよとか、何食べたらいいよというその対処療法はいっぱい SNS では発信してますけど、そうね、心の部分というか、その捉え方みたいなのは、エミトークはそういう話題も割と何回もやってて、アンコールでね、年末に流したりしたこともね、あると思います。はい、ね、直美先生も、スズピ系な人なんで、そうですね。そういうところが良かったなということで、ありがとうございます。で、あとやっぱり、大人気シリーズ。もう皆さん大好きなのが、分析シリーズ。いいよ、ごめん。さっきの、そうなんですよ。さっきの5つの要素って誰もがね、皆さんお持ちなんですけど、どこか偏ってやっぱりバランスが崩れると、あなたこういう性質だよっていうのをね、見抜いてもらえるというか、分析してもらって、自分のことがより分かるっていうシリーズが皆さんすごく大好きで、ね、参加率もいいですよね。参加率も多いし、終わったんだけど、後から見たいって言われるような方も、割と多いのが、分析シリーズで、パッと見て何せっていうね、顔のどこのほくろがあるから何せとか、足診断でだいぶ皆さん私に足の写真を送ってきましたけど、でみんなが写真を送ってきて、こう何せ何せとか分析したり、で、私は知識として知っていることを、まあ、こう言ったらなんですけど、適当にというか、あ、こうだな、ああだなっていうので言うと、当たるっていう、私の方もちょっと楽しい回なんですよね。あ、やっぱり当たってたみたいな、そんな回が、エミトークでね、年間何回かそういう、テーマの時もありますね。ご飯の食べ方の順番とかね、押し入れが閉まってないと嫌だとか、子供の頃こういう遊びをしているのが好きだったとか、そういうことになんと自分の何性か隠れているというね、そういう面白い回も、ね、人気コーナーとしてね、ありますね、エミトーク。エミコが喋るだけじゃないんです。みんなも喋るんですよ。ですね。私その時はね、本を読むのが好きっていうことで、何性だろうって由美子先生に当てていただくっていうか、分析をしてもらったんですけど、そのどういう風に好きかっていう言葉からもやっぱ拾っていただいて、私は美女と野獣のベルのように本を読むのが好きって言って、やっぱりその妄想というか、そこに膨らますところからやっぱ土星さんだねとかね、そういった分析をやっぱりしていただけるっていうのが、あ、こういう考え方だから私は土星を持ってるんだっていうことが分かって、すごく面白いですね、シリーズも。そうですね。昨日のアンケートで、人の作ったご飯を食べれるかどうかっていうアンケートをしてるんですよね。もう人が作ったものだったら、なんかね、主婦になったら余計、嬉しいじゃない？なんか誰かが作ってくれて、食べるだけなんか嬉しいと思うじゃないですか。それが、人が作ったものは苦手っていう人がいたり、その、作った人によるとかね、そういう人も、やっぱりいるんですね。選択肢の中に入れてるんだけど、アンケートくださった方にはちゃんと私、大体、時間が許す限りお返事するんですが、人が作ったものは絶対苦手っていう、その理由の中にも陰陽五行が含まれていて、例えば人が作ったものはちょっとなんかもしかして不潔みたいに、もう潔癖症の方って苦手なんですね。そういう方はもうね、皆さん予想通り、あ、直美さん何星でしょう、そういう場合は。私が思うのは金星です。そうですね、金星の方はもう人が作ったものが不潔が嫌い、清潔好きで、除菌シートが大好きで、ママのおにぎりよりコンビニのおにぎりが清潔で好きだとかいうね。もう、家族でも。ママでもダメなんですか？そうなんですよ。何が食べてるんや。サンドイッチを手で食べるのが嫌だから、箸がね。で、挟んで食べる人がいたりするんですよ。家族で食べるサンドイッチが。
なんかね、そのくらい金星さんって清潔好きで、だから人のはダメだっていう人がいたり、あとは食べるのが、人の作ったものって苦手なものが入ってたりするでしょ。なるほど。お母さんだったらこれは入れないって分かってるけど、ね、椎茸が苦手なのによそで食べたら椎茸残すわけにもいかずとか、緑のお野菜苦手なのに緑のお野菜が入ってるそれが嫌だとか、嫌いなものが多い人も人の作ったものが食べるの嫌っていう人がいます。まあ、これはね、もう本当にあちこち弱っています、その人の苦手なもので特に全く食べれないっていうところがあるので、その方の弱いところがすごくこう顕著に強く出てるなっていうところですね。作った人によるっていうのは、多分身内だったらいいけど、お母さんまでならいい、兄弟までならいいけど、他人は嫌だとかいうのはやっぱり金星だったり、あとは土星とかも気にするのがあるので、土星とか水星とかもあるかな。あとね、火星さんは絶対に美味しいものしか食べたくないんですよ。あ、私だから人が作ったもので、火星さんは、ね、人が作ったもので、万が一美味しくなかったら、その一食が美味しくないもので満たされるのは嫌だという理由で、だから外食は食べれるんですよ。美味しいと分かっているところは食べれるけど、よそのお家の食事が万が一美味しくなかったら、その一食分が損した気がするような、もう美食家が多いです、火星さんはね。なので、そういうこともあるのが火星さんかな、火星さん。だから、モカドコンシー、人の作ったものが食べられないという理由であっても、同じ、大体ちょっと考えたら金星かなっていうふうに思いがちですけど、いろんなその人の理由を聞いてみないとわからない。その理由を聞いて、それはどこから来てるんだよっていうのがね、エミトークの楽しいところで、から生じゃないとこう、その時の人の質問とか、例えばですね、エミトークも生で参加してると、自分の家族のこととか聞けるんですよね。だけど、録画視聴だと聞いてるだけで、思ってきた質問だったりがその場で投げかけられないので、ぜひね、ズーム参加とかしていただけると嬉しいなと思うんですけども、エミトークはね、割と楽しめる会が多いと思います。そうですね。生がいいなって思うのは、私ね、録画視聴してるとね、こう、聞きながらだと、その時に話を聞いてパッて思い出したりとかするんですよ。そういえばそうだった。これ聞かなくちゃとか。それがやっぱり聞けない。でね、私たち講師は残念ながら担当制でエミトーク毎回生ではね、参加できないんですね。もうすごい歯がゆい。っていう感じで、やっぱ生でその場で、今聞きたかったみたいなことが、これね、皆さん味わえるのでね、ぜひ生で聞いてほしいなと思います。そうですね。まあ、生で聞けなくても、録画視聴でもね、十分楽しんであって、もう録画視聴を何年も、エミトーク始めて、年ぐらいになります。コロナ始まった時から、だから3年、丸3年とちょっとぐらいかな。なんじゃないかな、そのぐらいなんですけど、もう録画視聴で全然ズーム参加しないのに欠かさず聞いてくださってる方もいらっしゃって、打ち切りにされなくてよかったなって思うんですけども、ちょっとね、聞いてくださってる方が増えてきてるので、ぜひね、ライブを見られてエミトーク参加したいなって思われた方、ご応募していただきたいんですけども、今度の回がですね、エミトークのテーマは何でもエミコ先生に質問していいですよっていう回なんです。そのファシリテーターとして直美先生が、はい、皆さんの質問を吸収して私に全部投げかけてくださるという回になっておりますので、はい、もうね、あれ聞いちゃダメこれ聞いちゃダメはないと聞いてるので、うん、何でも できる限り、はい、NG トークはなしでいきたいと思いますので、皆さんが知りたいなとか聞きたいなとか、もちろん自分の体のこと、タメを送ってもらって、この足を見てほしいとか、そういうことも全部、お話ししますので、何でもできる範囲で、分かる範囲でお答えしますので、ぜひ応募していただきたいと思います。もう1個目がエミトーク、もう1個ね、波動勉強会っていうのをやっております。波動勉強会、実はこれは、ココエミ講座を受講された方しか聞けないことになってるんですけど、なぜかというと、ココエミ講座の中で学んだことの振り返りというか、学んだ技術をで習得していくためのレッスンというか、フォローアップ講座になっているので、どうしてもココエミ講座を受講してくださいということになっているんですけど、まず波動ということの説明からしたいと思います。知ってある方も結構いらっしゃると思います。オーリング鑑定といって、親指と薬指でね、輪を作っ
って、まあ、自分にこの食べ物合うかなとか合わないかなとか調べていくんですね。よく私もいっぱいインスタからも来ますし、ココエミのね、公式 LINE からもいっぱい質問が来るんですけど、どこが痛いからどうしたらいいですか、こういう場合はどうしたらいいですかって聞かれた時に、その方その方にピタッと合う答えを出したいので、ピタッと合う答えを出すために、まあ、お名前と生年月日などを聞いて、だいたいすぐ答えれることならこれよとかあれよとか言えるんですけど、ちょっとこれ難しいなっていう時には、この前も5月人形をいつ出したらいいですかって聞かれまして、うん、その方のお子さんの、お名前と生年月日とお聞きして、その方にぴったりの日にちが一番強く出るんですね。強く出るということで、この日ですよって言ってお伝えしたんです。強く出るとか弱くなるとかいう、その感覚っていうのが結構難しいんですよね。それね、ココエミで1時間授業を受けたからってできるようになるものではなくって、それを技術的にも上げていく。それから出た結果がなんか外れたとかね、言ったけど違ってたとかいうのがどう考えていくか、そこをそういう風になった時にはどうアクセスしていったらいいかみたいなことを、みんなで学んでいくっていうのが波動勉強会なんですが、どうですか、直美先生参加して波動勉強会は、はい、これはね、私もやっぱりなかなか分かりづらいところはあったんですけど、単純な性格なので出た答えは、あ、そうなんだなと思って素直に従っていくと、だんだんやっぱり的中率は上がっていくんですね。で、その的中率上がってくると、まあ、どういうことが起こるかっていうと、毎日がすごく、選択が、毎日の、過ごし方って選択の連続なんですけど、それを決めるスピードが格段に速くなって、時間もお得になるし、決めた結果も自分にとってすごくベストな答えをね、示してくれるので、すごく楽なんですよね。特にね、いいなって思うのが、やっぱり子育てで、迷うことすっごいいっぱいあるんですよね。で、男の子なので、うちの場合、普通だともう思春期に入って、もうなんか無視されたりとか、本当に3年間、口を聞かなかったってお母さんたくさんいるんですよね。3年間で、そうやって聞いてたので、むちゃくちゃ覚悟はしてたんだけど、ものすごく素直にというか、その波動のおかげで、あ、これを選んだらいいんだよねっていうことが分かってるので、息子にも浸透していったので、受験勉強の時も困らなかったし、本当にね、子育てではね、役立ったなっていう感じがします。そうですね、子育てって、うん、習い事をこっちにするかこっちにするかとか、まあ、金額とかもありますよね。こっちは安いんだけど、安いけどそっちが良ければいいけど、本当はちょっと高くてもこっちが良かったんじゃないかとか、いろんな選択があったり、高校受験だったり大学受験だったり、まあ、うちの娘も自分に一番合うところはどこかなっていうことでね、みんな指でそんな強さで決めちゃうのって言われますけど、何を基準にみんな調べてるのかなって、私は逆にね、なんか自分に一番合うのが自分でわかるので、どうしてそんなに信用するようになったかっていうと、やっぱりね、そういう経験、あ、調べて強くてやってよかったっていう経験の積み重ねというか、あ、本当だ本当だっていうことの積み重ねがあって、もう今こうしてね、私も伝える側になって、最初こう言ってますけど、私も最初父がやっているのを見て、あれは私にさせたい方を強くしてるなと思ったんですよねみんなそうだと思いますよ。恵美子先生がこの高いね、このお薬を売りたいから強くしてるんじゃないかとね、思うかもしれない、こうシチュエーションってあるんですよね。この人は売りたくってこれを強く出してるんじゃないか、まあ販売もしてますからね、ジェイキシーとか強いって本当って、なんか、それが効能があって買う分にはいいけど、そうやってこう、買わされるのは嫌だとかね、やっぱあると思うんですよね、こう、強いとか言われて。で、私もなんかちょっと怪しい宗教みたいだしね。で、実際自分が、父からされた時には、私、教員をやってたんですけども、教員を1年やった後に、どっちにしようかなと、何を今から何をしようかなっていう時に、父が整体を学ぶが強いって言って整体を勉強したんですよ。またお父さんが私に整体をさせたがって、させたいさせてるわぐらいの、本当にね、もうね、でも私がそこで整体をしてなければ、こうやって皆さんにインスタライブなんかすることないんですよね。でもなんか父が強いって言うし、まあ強いって言うからするかみたいな感じ、
そこのもう23、4の私はそうだったんです。強かったっていうのはだいぶ経ってみないとわからないこともたくさんあって、そういう経験をもとにやっぱりお話をしているので、ぜひねここえみ講座を受講されて勉強されてもベーシックをこの値段で受けられたら、その後ずっと波動の勉強会も受けられますので、ぜひね受けてよりよりハッピーな、ここえみの知恵だけではない波動の勉強もして、よりハッピーななっていただけると嬉しいなと思いますね。本当にね、自分一人だとね、なかなかこれ強いのかな弱いのかもわからない時もあるので、で自分だけがわからないんじゃなくて、周りに参加されてる方が同じようにこういう思いをして、うん、やっぱりみんな使うことによってどん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 上達してるんだなっていうのが分かってくるので、あれはねとってもいいなと思います。一緒にこうね、アップしていけるのでね。勉強会なしでしてた時にはやっぱりこう、うん、ちょっとすごく感度が高い人とやっぱりに分かりにくい人といって、分かりにくい人はせっかく勉強したのに身につかないままみたいなね、うん、こともあったので、この2本立てで、ここへみはねエミトークと、波動の勉強会とやっておりますので、はい、エミトークはもうどなたでも参加できますので、ぜひね一度、覗いてみていただけたらなと思います。はい、まあ、本当に私もともとエミトーク参加したいって思ったのが、エミコ先生のお話を聞くっていうことよりも、まず自分の話を聞いてもらいたいっていうところから始まったんですね。うんうん、子育てに対してこうなんかこう聞いてみたいけど、どういうふうに誰に聞いていいかわかんないとか、そういうことを打ち明けて相談に乗ってもらって、すぐにお返事がいただけるって、それがやっぱ良かったんですね。で今なかなかこう人に言えない人とかいると思うので、恥ずかしいなとか思わずにね、どんどん参加してもらって、もう家族のように本当に全て打ち明けてもらって、ニコニコ笑顔で毎日過ごしてもらえたらいいなと思います。はい、ね、みんな本当すごくいい方ばっかりなので、何を言ってもこんなこと言ったらダメとかそんなこと本当にないので、すごい集まりだなと思います。そうですね、うん、よそのグループに行くとこういうこと言っちゃいけなかったかなとか、なんかあると思うんですけど、そういうのを誰も気にしないというか、それこそ、お互いにですね、まあもしかしたらね言い方が悪い時もあるかもしれませんけど、それを悪く受け取るような人は誰一人いませんので、ぜひ、皆さんもね聞いて、楽しんで帰っていただけたらなと思います。はい、それでは皆様ね、お聞きいただきましてありがとうございました。アーカイブで聞いていただく方もいらっしゃると思いますので、ご参加いただきましてありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあ失礼します、はい、今度はエミトークでお会いしましょう。エミトークでお会いしましょう